表面にね貼ってあるガラスフィルムにはもちろん影響しないので、 iPhone 16 シリーズはですね、ここにね新たにカメラコントロールボタンが搭載されますね。こちらね、で黒ですね。黒はリングが黒くなりますね。皆さんこんにちは、戸田悟です。ケースコのですね iPhone 16シリーズ対応のケース、以前もちょっと紹介しましたが、今回はね新しい色を加えてですね、プライムデーにねぜひおすすめですという動画を紹介していきます。このチャンスにね手に入れてみてはいかがでしょうか。今回はですね、ケースコーの iPhone 用のケースを紹介したいんですが、プライム感謝祭でね、ぜひ購入おすすめということで、僕もファーストレビューしてからずっと使っているので、そのね使い心地等を含めて紹介していきたいと思います。今回紹介するのはこっちのね、ケースコーのケースなんですけれども、違いはですね、これ基本的に色とサイズです。で、僕は、16のプロ使ってますので、これプロマックス用なんで、すいませんサイズが合うデバイスないんですが、まあ、色違いとね、デザイン違い、色違いということで見ていただければと思います。機能はね、後で紹介します。機能がめちゃくちゃいいんですよね。ただこれだけバリエーションあるので、まあもちろんね、バリエーションで選ぶのも重要だと思うので見ていただければと思います。で、これね、鋼材っていうタイプです。ちょっとね、金属フィルムの蒸着みたいな感じで、もう本当にね、メタリックというよりはミラー仕上げ的な非常に綺麗なデザインですね。もちろんね、本体色に合わせて、僕が使ってんのこの色なんで、なんかめちゃくちゃ合うんですよね。合うんですけど、サイズが合わないというね、感じなんですが、まあ色違いということで見てください。で、こちらがですね、氷のような透明感があって非常に透明です。それも後でつけてみますね。で、それからこちらがプロですね。プロの、ホワイト、それから黒という形になります。で、それぞれね、つけて表情がどう変わるかお見せしたいんですが、まずはですね、先に機能の紹介をしていきたいと思います。それではね、まずこれ僕がね、購入して使ってる16 Pro ですね、装着してみましょう。もうつけやすさもね、重要なんですけど、まあこうやってつけて、こんな感じで外しますよ。外すのもね、つけるのも結構簡単です。でも、もちろんね、つけといて外れちゃうようなことはありません。で、今普通に脱着しましたけど、表面にね、貼ってあるガラスフィルムにはもちろん影響しないので、もうガラスフィルムがね、大きすぎたら影響するでしょうけれども、安心して僕は日々使っております。まあケース何種類か使ってるんですけど、このね、ケースコーのこのケースを使う理由は特にね、お出かけなんですよ。お出かけといっても日々のお出かけではなくて、ちょっと遠くに行く時とかね。あと、例えば公園の待ち時間で時間潰すの分かってる時とかは、このケースを使います。何がいいかっていうと、当然ですけど、このね、スタンドで、まあ横にも縦にも行けると。まあどういう角度で使ってもお好みの角度でいいんですけれども、縦横角度調整ができるので、非常にですね、こう便利に使ってます。動画とかをね、見るとか、例えばね、あとね、プレゼンの時に時計を表示してタイマーにするとかね、非常に便利なんですよ。ちょっとやってみましょうか。こんな感じでね、僕タイマーにするんですよ。こうやって開始してね。で、立てて見ておけば、プレゼンの時間わかるじゃないですか。非常に便利ですね。後ろはね、こうやって、まあ角度はね、調整できるので、見やすい角度にして、プレゼンの際のタイマーとして使ってます。パソコンアプリの機能でやるよりも別立てにした方がタイマーいいですよね。で、このようにですね、まあ当たり前ですけど、動画ね、YouTube とかを見ていても、非常にやっぱりスタンドがあると楽ですよね。で、画面サイズ、プロでもね、これだけのサイズ感で見られるので、僕はね、結構使ってますよ。こうやってね、電車の中とかで、見ていることが結構多いです。あとですね、出先でこういう使い方よくしてます。カフェで仕事をしたりとかね。あとはですね、打ち合わせに行って会議室でちょっと待ってる間とか、パソコンで作業してるとき、当然 Teams を表示したり、まあブラウザ見たり色々するんですけど、横スタンドにして LINE をこうやってね、置いておくと、もちろんこっち Teams でもいいんですが、要するに SNS のコミュニケーション横に立てておくと、パソコンのね、セカンドスクリーン的な感覚で使えるんですよ。だからもうパッと見て全部わかるので、LINE で通知待ってる時とかのね、一発で分かっていいですよね。もちろん Teams の通知でも OK ですけれども、パソコンの横に立てるっていうのも非常にいいアイデアではないかなと僕はね、日々使って思っております。まあこれもね、当たり前の話なんですが、ケーブルどっち側に持ってきてもいいんですよ。こっち側に持ってくると上にボリューム調整ができるので、まあ好きな方向でできますけれども、充電しながら動画を見続けられるっていうのもなかなかいいのではないでしょうか。このですね、さっきからね、使ってます、これ、リング兼用になるスタンドですね。これね、まあ、手入れてリングにしてもいいんですが、基本的にはスタンドとして便利で書くのもあるんですが、パタンで畳めと、マグセーフのリングにそのままなるのがミソで、こうやってね、ピッとつけると、はい、充電ができます。いいですね、いいですね。こんな感じでね、充電できます。で、さらにですね、
横を向けてあげるとですね、はい、こんな感じでね、時計のを表示したり、まあいろいろ表示できますけれどもね、こうやって置き時計的に使えるわけですよ。非常に便利ですよね。これ iPhone の機能なので、ぜひこの機能ね、使わないともったいないので、皆さんもぜひ使っていただければと思うんですけれども、これ例えばね、マグセーフに脱着する、パッと取れるリングがあるんですよ。それも便利だと思うんですけど、それだとですね、もちろんスタンドにもなりますけれどもね、マグセーフで充電するとき、それを外してくっつけなきゃいけないんですよ。それがめんどくさいじゃないですか。でこのケース工のリングは、もうね、こう取り付けられていて回転すると。でしかも、マグセーフにも対応するというところで、リングをね、つけたり外したりする必要がないんです。で、ウォレットとかをね、ここにつけたければ、もちろんここね、磁石になっているのでつきますし、こういうね、充電器も利用できます。まあ当然なんですけど、同じようにね、こういうモバイルバッテリーの、はい、マグセーフね、対応のモデルも使用できます。で、このようにね、充電することができます。はい、今ね、充電始まりましたね。これもね、出先で非常に便利ですよ。ケースいちいちね、脱着しなくてもちゃんとね、バッテリーつけるだけで充電できるので、もう旅行とかには最高に便利ですね。もう一旦ね、このバッテリー使うと、ケーブルつけるのめんどくさくなってね、非常にマグセーフ優秀だと思います。ちゃんとこのケースは利用できるのがいいところですね。iPhone 16シリーズはですね、ここにね、新たにカメラコントロールボタンが搭載されますね。これは、こうするとね、もうカメラが起動して、で、こんな形で、いろいろね、はい、シャッターも押せるし、機能の割り当てとかもできます。まあ、切り欠きがあるだけですけれども、僕試してみてますけど、もう、普通に使えます。ちょっとただね、カメラコントロール自体に慣れが必要な部分もあるので、クリックと、ちゃんと押し込んだのとかね、ちょっと感覚的な慣れが必要ですけれども、その辺がね、できるようになっちゃえば、こういうケースでも問題なく使えると思います。このね、角の部分とか見ていただきたいんですけど、ちょっとこう切れ込みっぽくなってますよね。で、これが衝撃角から当たった時の衝撃を逃す構造になっているので、まあ iPhone を落としてもですね、画面とか割れにくい仕組みになってますね。非常にいいところですね。で、ちょっとね、つけてみますね。で、今、つけましたけれども、こうね、横から見るとわかるんですが、ガラスフィルム貼ってありますけどね、画面よりもやっぱり縁が高いんですよ。なので、落ちた時も画面が下に当たりにくいので、やはり割れづらいわけです。さらに、カメラ部分もこの高さよりこっちの方がちょっと高いので、後ろ側から落ちた時も、カメラのね、レンズに衝撃が加わる可能性が少ないということで、まあこれケースの基本ですけれどもね、まあぜひですね、この辺はあった方がいいんじゃないかなと思っています。今ですね、これ透明のね、氷をつけてますけれども、ちょっと他の色もね、つけていきたいと思います。こちらがね、ホワイトですね。透明とちょっとやっぱり雰囲気変わりますよね。側面とか見てもね。白ね、僕結構好きかな。ステッカーとか貼ってもね、多少透けて見えるので、この白はね、僕結構好きかなと思いますので、ちなみにね、これ透明だと手触りはツルッとしてるのでペトッとしますが、サラッサラなんですよ、ホワイトは。なので、この手触りのね、好みも、あるかもしれません。僕はホワイト結構好きかな。こちらね、で、黒ですね。黒はリングが黒くなりますね。ホワイトと透明はリングがね、シルバーですけれども、リングも黒になります。で、こちらもね、手触りさらりとしたタイプで、これもね、結構いいですね。僕選ぶんだったら、黒か白かな。透明でもいいんですけど、そもそもね、僕、これ、地の色があんまり気に入ってないので、まあ黒か白でね、地の色をちょっと消したいなと思います。ただ、ここのね、金色感が黒だとね、非常に引き立っていいなと思ってます。で、黒だとね、こんな感じで見た目邪魔しないんですよ。縁が目に入らないので、これがね、白とかだと若干ね、若干縁がね、ほら、目に入るんですよ。そういう意味では動画とかね、本気で見続けたいという方は、黒結構いいんじゃないでしょうか。これね、ちょっとサイズが合ってないんで、印象だけ、このね、交際になると、このリングの色もゴールドになります。横もね、ゴールドだったりしますけれども、まあ、これはこれでね、派手な目なのが好きな方とかには非常にいいと思いますよ。まあ、好みの問題ですけどね、これもいいと思います。ということで、ケース工のマジックスタンド付きのね、ケースをいくつか紹介しました。まあ、仕上げとかね、サイズによって値段変わりますけれども、価格はですね、7000円台半ばなんですが、これね、プライム感謝祭でどこまで安くなるか、すいません、ちょっと動画を撮ってるタイミングでもギリギリ価格調整中ということで、気になる価格はですね、概要欄からチェックしていただければと思います。お買い得なチャンスにですね、ぜひこの高級ケース手に入れてみてはいかがでしょうか。
今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田悟ファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、大体5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。